それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたのことを好きな人の特徴について教えてください。こちらをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回も4択占いとなります。そしてあらかじめカードを少し出しています。まずこちらが今あなたのことを好きな人の特徴、外見や性格などを出しています。これはそのあなたのことを好きな人とどんな展開を迎えるのかっていう具体的な数字出しています。タイミングですね。こちらが好転メッセージです。そしてあとはスプレッドを使ってその方とどんな流れになっていくのかっていうのを見ていきます。まずはこの方の特徴っていうところをもらっていきますね。こちらのカードです。たくさん出していますね。まず見ていきましょう。イニシャル V と J です。なので日本語で言うんだったらバビブベボとかザジズゼゾ J ですね。 V や J がイニシャルとして入っています。こちらはね、参考程度にお受け取りください、ね、そしてこちらがそのお相手の特徴、クリエイターアースと入っています。地球を作るというカードなんですね。なのでこの方は経済的にも安定していて、地に足のついたような性格をされているとか、落ち着いているとか、あとは育むことができる方というイメージが入ってきます。そうですね、もうクリエイターっていう言葉も入ってきているので、何か生み出していたりとか作り出しているようなお仕事、趣味もされていると思います。その他にも地球っていうワードも入ってくるので、自然に優しいとか自然が好きとかアウトドアが好きっていうのもありますし、あとはその植物に関係するような、そうですね、携わっているようなお仕事とか身の回りにもそのような自然っていうワードが多いんじゃないかなと思います。そして温かい方ですね。心が温かくて人間関係を育むのも上手、こういう関係もいいんじゃないかなっていうふうにも出てきています。そうですね、明るくて賑やかな方というよりは穏やかな方というふうにご覧いただくといいんじゃないかなと思います。そしてこの方、そうですね、体的にも大きな方っていうのが入ってきます。性別問わずなので女性であっても身長高め、平均身長より背が高いとかね、そうですね、ちょっと体が大きめっていうイメージが入ってきますね。はい、ペットさんを飼われている方もいるかもしれません。動物好きっていうのも入ってきます。動物もワードですね。そしてあとこちらにもワードを出しています。変化、平等、公平性、義理人情とあります。そうですね、気持ちの受け渡し、義理人情に熱い方っていうのも入ってきますし、人を平等に扱う、だからお仕事的にもその公正的に物事を判断していかなきゃいけないお仕事をされていたりとか、そうですね、不正をしないような、また不正が起きないように見守っていくようなお仕事をしていたりとか、教育されていたりとか、バランスを取るようなっていうのも入ってきます。人と人とのつながりを持つようなお仕事をされていたりっていう場合もあります。変化のカードも入ってるんですね。このあたりを見ていくと、やっぱりこう教育に関わっている方も多いんじゃないかなっていうふうに捉えられます。例えばそうですね、接客業っていう場合もあるかも。いろんな人を相手にしているんだけど、誰かに偏ることなくみんなに平等に接していくっていうような立場の方だったりとか、お仕事の方、そこに自分の愛情を込めて育んでいかれているような方なんじゃないかなっていうのも入ってきています。はい、そしてこちらのタロットカードから外見的特徴とかももらっていっています。まずね、エンプレス入っていますから、五感の鋭い方、豊かな方っていうのがあります。クリエイターっていうワードも出てきている通りに、何か自分で生み出すお仕事をされていたり、趣味として五感を使うようなお仕事をされている。五感っていうのは、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、視覚ですね。なのでこのあたりを使ったようなお料理だったりとか、
そうですね、耳を使ったり目を使ったりするようなお仕事、またはそれら映像とかを作り出して人に届けるようなことをされているかもしれないし、まあ、趣味として音楽がすごく詳しいとかね、そういうこともあると思います。グルメな方とかっていう可能性もあります。そしてまあ人気がある方っていうのが入ってきますね。モテるんじゃないかなっていうのがあります。仕事に対しても誠実に取り組んでいますし、そう、真面目な方ですよね。派手さっていうよりは温かくて優しくて包容力があって豊かな方で、経済的にも安定してるんじゃないかなっていうのが入ってきています。またはそれを目指そうとして頑張ってるよっていう方もいると思いますね。うん、そうですね。あとは性格的なところも見ていきましょう。やっぱりこのバランスを取るのが上手、バランス感覚があるので、平等に物事を見ていたりとか、例えば喧嘩の仲裁に入る役をいつもしていたりとかね、橋渡しをしていたりとか、そうですね、みんなをまとめ上げるのも上手なんじゃないかなっていうのもあります。グループ団体の中でも目立つような存在ですね。穏やかなんだけど目立つと思います。お顔立ちもはっきりされているんじゃないかなって思うんですね。華やかな顔立ちでも性格は穏やかっていうところにいると思います。そしてこの方一番大事にしているところは心です。目に見えないところっていうのをとても大切にしていますね。なのでその目に見えないところが目に見えるところで現れてくる、それを一番見ていると思います。人を見るときっていうのは言葉遣いだったり、そうですね、所作の一つ一つに、その人の、そうですね、持ち物一つ一つもそうかもしれない、その人の好みとか考え方っていうのが行動、生活の一部に現れているっていう風に多分感じてると思うんですね。例えば履物一つでもその人が分かるとか、小物でもね、その人が何を好きなのかとか、どういう傾向なのか、そういうところを見てるんじゃないかなって思うんですよ。なるべく心の綺麗な方が好きっていうのが入ってきます。なのでこの方っていうのはあなたのそういう所作の一つ一つっていうところを見て好きになっている可能性が高いと思います。あなたの内面っていうところを見ていると思いますね。どうですか、あなたの言葉遣いだったりとか動き方、そうですね、周りの人に対する態度だったりとか、そういうところをよく見ている方なので、近くにいる方かもしれません。もしくはあなたが発信しているのを見ていたりとかっていうと場合もありますね。そのあたりでも見ていきましょう。ただお仕事つながりの方っていう可能性も高いんじゃないかなとも思います。そしてこの方、そうですね、真面目な方でお仕事も、しっかりされてると思うんですけど、そうですね、なんかね、体のパーツの一部分だけ色がはっきりしているっていうイメージが入ってくるので、例えばネイルしているとか、お仕事しているんだけど小物一部分だけすごく鮮やかな色を取り入れていたり、それは制服かもしれないんですけど、そうですね、靴に一色ね取り入れていたりとか、どこかしら小物で一つ色が入っているっていうイメージが入ってきます。お財布かな、その人の持ち物かもしれないですね。お財布がはっきりした色味かもしれません。はい、そのような見た目も入ってきます。そうですね、目に見えないところをとても大切にしているし、またはあなたのそういうところを好きだよっていう風に感じていらっしゃいますね。あなたとも気が合うっていう風に思ってるので、趣味思考が似ていたりとか、あと考え方も似ている、共通点があるのかもしれません。はい、そしてあとね、あなたとお話とかコミュニケーションしたことがあるよっていう風に教えてきてくれているので、やはりそのなんだろう、遠い関係性じゃなくて、あなたとお話ししたことあるとか、同じグループの中にいるとか、例えば SNS つながりだとしても、その SNS を通じて会話したことがある、やり取りしている方なんじゃないかなっていう風に出てきています。はい、で外見的特徴、そうですね、お洋服もそうだな、もし女性の方だったら、セットアップだったりとかワンピースとか、今そうですね、冬になってくるのでコートっていうイメージも強く入ってくるんですけど、
こうロングなものを羽織っている可能性が高いんじゃないかなと思います。男性でもあまり肌が見えないような、感じの服装っていうのが入ってきます。多分これ季節的な問題だと思うんですよね。今この動画を出しているのが10月末なので、今ちょうどこれをリアタイでご覧になっているよっていう方は、本当に季節に合わせた格好を今されているっていうイメージがあります。もしくはこのイメージが強いので、2人が出会った時がもう秋冬とかコートを羽織るような季節だったのかなとかね、思い出になるような一場面がその季節だったのかなっていうイメージもあります。はい、そうですね。ではこの人の性格、外見っていうところを見ていったので、そうですね、まあ繊細な方っていうのも入ってきますので、デリケートなところも持ってらっしゃる、繊細なところもあるんじゃないかなとも思いますし、やはりあなたとの絆をこれから徐々に深めていきたいっていうところも持っていると思います。はい、そうですね、視力が悪い方やコンタクト、メガネをされている方もいると思いますね。食べることが好きとか飲むことが好きっていうのもあると思います。カフェ巡りだったりとか飲み会をよく開いていたりとかするのかもしれません。これっていうね、一つの趣味を持っていると思います。はい、こんなところでしょうか。はい、ではこのあなたのことを好きな人の特徴としていくつか出していきました。はい、このあたりですね。でこの人といるとエネルギーが拡大していくようなイメージっていうのが入ってきますし、あとはお互いが自然と仲良くなれるっていうのも入ってくるので、やっぱりこう趣味が似ているとか同じコミュニティの中に入っているとかね、そういうつながりっていうのを感じられます。では、こちらが肯定メッセージなので、この方と近づくタイミングっていうところで数字を出しています。2枚もらっていきましょう。11番と7番です。やっぱり着実に進んでいくような間柄っていうのが入ってきます。急激に仲良くなるというよりは徐々にっていう感じで、段階を踏んで仲良くなっていくのかなっていうのもありますね。最初はこの方の体の大きさっていうところに、第一印象として入ってくるんじゃないかなと思います。SNS でもアイコンがすごく目立つアイコンを使っていらっしゃったりとか、あとはその方の例えばパーツ、瞳だったりとか横顔だったりとか手元だったりとか、なんかね、立ち姿だったりとか、その方のパーツがアイコンになっている可能性が高いんじゃないかなと思います。そうですね、はい。ただし近くにいる方、もしくは今までに何回かやり取りしたことがある人っていうのはもう絶対的に入ってきますね。でこの方との、距離が縮まっていくのは、あなたのことを好きだよって言ってる人からアプローチされるんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、段階を踏んで確実に仲を深めていくっていう、この方のねアプローチ方法っていうのが見えてきました。ナンバーとして11、7というふうに出てるので、11月7日とか11日後、11時、7日後、1週間後とかね、このあたりを参考にしてください。そしてタロットカードもらっていきます。こちらのタロットカードシャッフルしてあります。こちらからケルト十字を使って、このお相手がどんな風にあなたにアプローチしてくれるのかっていうところをもらっていきましょう。ではここから展開していきます。今この方で、この方の中であなたにどんな風にアプローチしようかなって考えているかっていうところを見ていきます。ただしゆっくりと確実に進んでいくよっていうのはあるので、着実に仲を深められている可能性が高いんじゃないかなと思います。何かね、変化があったよってことは出てきていますね。
ね、あのタロットカードの上にカードを重ねてしまったんですが、少しねここから見ていきましょう。そうだな、わかりやすく見ていきますね。こちらが好転メッセージなので、ここに置かせてください。はい、ではリーディングしていきましょう。そうだな、この人、自分の計画通りに進めていきたいって思ってるんだけど、計画通りに物事が運ばないっていうことを伝えてきてくれています。ただあなたのことものすごく好きで、そしてあなたからの愛情も受け取っているよっていう風に感じてらっしゃる、両片思いの可能性が高いのかなっていう感じもします。もしくはあなたに優しくしてもらってるっていうようなことを教えてきてくれてるので、やっぱりあなたといつもいつもというか、やり取りしている中であなたに優しさを分けてもらってるとか、愛情をかけてもらってるっていうところが出てきています。一部の方ではあなたの方が年上っていう可能性もある、この方が年下っていう可能性もあるかなとも思います。まあ、でも年齢はまあ一つの可能性なので、まあ、そういうこともあるよっていうことで、まず全体的に見ていきましょう。まあ、ワンドのエース、そうですね、今までの流れっていうのを見ていると、この方にとって、そうだな、計画通りに物事が進んでこなかった、だけどやっぱりもう一回進んでみようって思い始めたりとか、そうですね、なんかね、荷物を手放したっていうイメージが入ってくるんです。今までプレッシャーに感じていたこととか、この方にとってね、あなたと仲良くなっていくために少し気合が入りすぎていたというか、そうだな、背負っていたものがあって、それを少し手放して軽くなって、ようやくストレートにあなたに向かっていけるようになってきたっていうような現状が出てきています。はい、でね、この方かなりこの、これから自分がどうやってあなたを支えていこうかなとか、どんなアプローチしていこうかなとか、結構こう真面目で着実に行くのかなっていう風に見てたんですが、今の状態だと勢いを足してあなたにアプローチしていきたいっていうところがあるみたいです。どうやったら自分に勢いがもっと足していけるかな、つまり積極的になっていけるかなってことです。アプローチする気持ちは変わりがないんだけど、自分に勢いが欲しいってことを感じていますね、この方は。それはなんで勢いが欲しいって思ったのかっていうと、何かがあったみたいですね。ここに出てきているかな。少し前まで重い荷物を持っていて、それを手放した現状があるんですけど、それに至るまでの間に自分が少し弱腰になっていたというか、やっぱりこう積極的な自分じゃないとあなたに気持ちが届かないんじゃないかっていう風に、やっぱり動こうみたいな感じで考え直したとか、そういうところが出てきています。もうなんかね、なんだろう、自分が変わりたいっていう気持ちが強かったのかなと思いますね。それはあなたとの恋愛関係を育んでいきたいから、だけど自信がないっていうところが入ってきます。こうやってアプローチしていった時にあなたが受け止めてくれなかったら、いわゆる失恋しちゃうってことですよね。そうなってしまったら2人の関係性がギクシャクしちゃうんじゃないかなとか、そうですね、恋愛関係にならなかったら自分はじゃあ友達の状態でいられなくなっちゃうとか、会いづらいなとかね、顔合わせしづらいなとか、そういうところを考えてしまうと、積極的になりたいと思ってるのにいざ一歩踏み出せないっていうところが出てきています。踏まれちゃったらどうしようっていう不安がすごく大きく出てきていますね。ここはやっぱりこう元々持ってる慎重派っていうところが出てきてるんじゃないかなと思います。ただこの方ね、モテる方なので、今までにも恋愛経験してらっしゃると思いますし、その豊かな愛情を持ってあなたにその愛を届けていくだけのことなんですけど、でも何かね、こう自分の中で引っかかりを覚えているみたいです。引っかかりっていうのは、そのあなたとのことじゃなくて、それ以外のところです。今までの自分の恋愛関係のことかな、っていうところでなんかね、こうあるみたいなので、ちょっとだけ深掘りしていきましょう。
もっとね自分らしく自分らしさのままね打ち出していけばね自然体のままでいけばいいんだけど、あなたを目の前にするとギクシャクしちゃうみたいな感じがしますね。もう少し深掘りしていきましょう。ただまあ素直なところでいけばもう振られるのが怖いなっていうところが出てきているかな。うん、深層心理のところを見ていくと、あなたを愛したいっていうところがすごく強く出てきているので、その自分の愛する気持ちを届けて、そこで関係性を育んでいって、しっかりとあなたに愛情を注いでいきたいとか伝えていきたいっていうところが出てきているからね。うん、ただしその勇気が出ないとか恐れているっていうところはあるかな。あたりでカードを足していきましょう。でもね、やっぱり今のままじゃダメなんだっていう風にお相手思っているので、うん、そうですね、見ていこうかな。この方の方が気持ち強いのかな。あとは過去っていうワードを出してきてるので、そのあなたとの間に過去何かあった方っていう可能性もあるかな。もしくはさっき言ったあなたの方が年上っていう可能性の方は、年齢のことを気にしていたりだとか、うん、そうですね、気を使っていたりとかっていう方もいるかもしれないけど、あなたと前にいい感じだったっていう可能性もあるかな。うん、かも、もしくは今現在両片思いみたいなね感じもしますけど、この方の流れを見ていくと、うん、うかうかしてるとあなたが誰かに取られちゃうんじゃないかなとかっていう焦りもあるし、だからといって強引に物事を進めていって、自分とあなたとの間の関係性が崩れていって、自分が振られちゃったり失恋したりしてあなたを失ったりとか、今の関係性を失うのが怖いとか、信頼がなくなっちゃうのが嫌だとかね、そういうことが出てきています。本当は両片思いなんじゃないっていう感じで出てくるんですね。そういう風にお相手は見えてるかも。あなたももしかしたら自分のこと好きなんじゃないかっていう風なちょっとした気持ちっていうのが出てきてるんだけど、それを確かめるのが少し怖いのかなっていう感じはしますね。もう少し見ていきましょう。カップのナイト、へー、そうなんだ。一度気持ち伝えたんだけど、なんか遠回しにはぐらかされたとか、一回振られたみたいな感じのことを言ってきてるんですよね。過去、うん、あなたに一度振られたか、もしくはいい感じになったんだけど、少しね曖昧な感じで今止まっているとか、少し距離が空いちゃったとかね。だからまたそうやって自分がまた再アタックした時に、はっきりと今度は断られたらもう立ち直れないかもっていうところで出てきてるかなっていうのがありますね。うん、そっか、うーん、一度あなたに好意を寄せたことがあるっていうのを表に出したことがある人っていうのが出てきました。身に覚えありますか？そう、あなたがはぐらかした可能性もあるし、だけどあなたも悪い感じでイメージ持っていないので、うん、過去ね両思いだった相手なのか、まあ、いい感じになったようなことがあったんじゃないかなっていうのがあります。もうちょっと見ていきましょう。うん、カップの3番、うん、そうですね、楽しい思いとか、一緒にやっぱりデートしたりとか、なんだろうな、なんか近くにいて一緒に話したり会ったりとか、ご飯行ったりとかしてると思うんですね。SNS 上のお付き合いだとしても、2人で会話していたりとか、まあ、日々やり取りしていたりとか、そういうのが過去にあって、その楽しい思い出っていうところに今お相手がね、そこを心にずっと残ってるよってことが出てる。あなたとの楽しい時間過ごしたこと今でも忘れられないよって、そして愛情を届けに行きたい、なんか両片思いだったっていう風にお相手の認識では出てきているんだけど、だけど一回なんかこう距離が空いたかなんかして、自分からさらにまた始めていきたいって思ってても、それが実っていかないんじゃないかっていう不安の方が今大きいっていう風に出てきていますね。じゃあこの人どうするのかって言ったら、やっぱり変化っていうところを自分で作り出していくんじゃないかなっていうのが出てきています。うん、
自分を磨き上げることもそうだし、あなたに振り向いてもらうためにいろいろ努力されたりとか、もっとねたくましくなろう、心強くなろうとかねっていうところも出てきてると思います。野菜しただけじゃダメだよなっていうところも多分感じてると思うので、自分のメンタルを鍛え上げるとか、もう体を鍛える方もいるかもしれないし、強くなってあなたを守っていきたいとか、それがもし女性の方であったら、女性の方でもね、ただ好きっていう思いだけじゃ届かないから、自分磨きをして外見磨いたりとか、それ以外のところお仕事頑張ったりとか、自分の趣味を作ったりとか、いろいろ自分時間を活かしながらあなたとの関係性を育んでいこうとか、自分のレベルアップしていこうっていうところを考えてますね。性別が男女問わず、己を磨いて今以上により良い自分になって、あなたとの恋愛関係を育んでいきたい。片思いの状態とか両片思いとか、距離が離れてしまったものをさらに一歩進展させていきたいっていう変化を求めていくよっていうところが出てきています。これがそのお相手の近未来どんな風に動いてくるのかとか、今どんな状態でいるのかっていうところで出しています。でもすごくね、カップ、ナイト、キングとかね、いろんなカップのカードも出てるし、ワンドも出てるので、今お相手の中で情熱とか、そうですね、恋する気持ち、感情の揺れ、そうなんです、楽しい気持ちもあれば、失いたくないなとかっていう気持ち、失望されたくないとかね、がっかりされたくないだから頑張ろうっていう気持ちとか、いろんなのがね、いろんな気持ちが交差してるんだなっていうのがあります。一番の大きいところっていうのは、あなたに振られたくないっていうところですね。今の関係性をこれ以上崩したくないっていうところが出てきています。もう後戻りができないような状態の方もいるかもしれません。本当はね、まっすぐ進んでいけばいいだけなんだけどっていうね、お相手のところが出てきています。はい、ということでここですね。はい、ということでね、なんかこう過去に楽しかった思い出があるよっていう風なことを教えてきてくれてるので、やはりこう過去につながりがあった人っていうところで身に覚えがあるんじゃないかなと思います。ではこちらがこの方の動きを加えてプラス今のあなたへ向けての好転メッセージです。はい、もらっていきましょう。勝利、そして知恵、賢さ、コミュニケーションというワード、そしてあとはワンドのページとソードの10。はい、そしてこちらのねカラーカードも出しています。ラッキーカラーは赤紫、この色を取り入れてみてください。少しね赤みがかった紫ですね、これがいいと思います。赤ワインのような色だったりとか、でもすごく綺麗な色ですね。はい、そしてトンネルを抜けていくっていうワードも入っています。迷路から抜けるとき、入り組んでいた複雑な迷路から今まっすぐと道を決めるときだったり、出口がもう見えてきているよってことがこのメッセージ入ってきていますね。またはそのお知らせを受け取るっていうようなカードも入っているので、あなたにとっての吉報がやってくる、解決策が見つかるとか、トンネルの出口が見つかるっていうことが出てくるのかもしれません。あなたは受け取るんだよってことが出てきています。そしてその他のワードとしてはコミュニケーションが入っています。あなたが今自分のこと好きな人誰なんだろうとか、なんかこう身に覚えのある特徴の人が出てきたぞっていう場合で、なおかつ実は私の気になる人かもしれないっていう可能性が高い場合は、その人とコミュニケーションを重ねていこうねっていうアドバイスが入ってきています。そしたらあなたは掴み取っていけるものがあるっていう風に出てきているし、いや全く身に覚えないな、それに今私好きな人いないし出会いで見てますっていう方だとしても、あなたがコミュニケーションの場に自分の足を運んでいくことで、そこに新たな出会いやあなたのことを好きだって思ってる人がそこで待っている可能性もあるので、いろんなコミュニケーションの場使っていきましょうねっていうアドバイスも入っています。ウィズダム、知恵、賢さっていうのも入っているので、もしかしたらその学びの場だったりとか、あなたの知恵を身につけるような場、趣味だったり、それがコミュニケーションの場、コミュニティの場ですよね。
あなたが例えばサッカーが趣味で、そしたらサッカーのコミュニティの場にあなたが入っていくと、そこでこの方との出会いがあったりとか、そしてもともとそういうコミュニティの場に入ってるとしたら、その中にいる可能性が高いっていうことです。コミュニティの場、あなたの知識が深まるような場所、学びの場、あと勝利っていうのもあるので、勝ち負けが関係するような、あなたがゲームだったりコミュニティっていうところに参加している可能性もありますね。何にしろあなたが掴み取るようなことをしていくためには、このようなワードも入ってきます。コミュニケーション掴めていきましょうっていうことですね。そしてソードの10入っています。あなたの中でも最近苦しかったとか、立ち上がれないぐらい辛いことがあったとか、何かこうあったのかなっていうのが出てきています。落ち込んでいたとかね、悲しいことがあったとか、どうでしょうか、誰かに何かを言われたとか、障害があって苦しかったんだとか、今までこう耐え続けてきたんだってことをここで感じます。でもあなたがこれを耐えてきたからこそ得られたものだったりとか、受け取ったもの、勝ち取ったものとか、掴み取った、そうですね、経験っていうものが出てきてると思います。もうこの苦しみとか耐えてきたものから、あなたがさよならを告げる時がやってきてる。痛みから抜け出して、あなたが勝利を手にするのはもう間もなくです。恋愛で今まで辛い思いをしていたとか耐えていたっていう方は、もうそこが抜けていく、その出口が見つかってるよってことが出てきていますし、もう次の出会い探してますとか、もう自分には出会いがないんじゃないかっていう風に感じていた方は、そんなことなくて、やっと迷路から抜けて今新しい世界が出てくるんだよってことがここで言われているんですね。それを受け取るんだっていうことが言われています。はい、勝利のカードが出てますから、痛みや耐えたこと、これらを抜けて今あなたが掴み取るものが出てくるよっていう風にも言われています。あなたがステップアップをするために新しい世界へ踏み出してみましょう。どんなことを感じるでしょうか。その新しい世界、新しいステージでいろんなことを感じてください。学べることもあるでしょう。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これは立ち上がるための知恵と強さという力があなたには今十分にあります。今までとてもよく耐えてきました。だけどもうそこから抜け出す力が蓄え慣れています。または助けになってくれるような人、この人ですね、愛情をかけてくれるような人がいます。あなたがもしその気があるのであれば手を取ってください。この方が手を差し伸べています。あなたが手を取ると2人で立ち上がって、そして2人で向かっていける。あなたはそこで新しい愛情を受け取ることができるでしょう。あなたはそこで新しい愛情をつかみ取ることができるでしょう。一度諦めかけていたことだったりとか、苦しいなって思っていた、そんな恋愛事情からあなたがつかみ取っていくものが出てくるねっていう風にアドバイスも入っていましたね。はい、でラッキーナンバーは11と7なので、こちらも参考にしてください。そしてこのお相手ね、動いてくると思います。変化を求めて何かしら目に見える形で動いてくる。でもし同じコミュニティの場にいるとするのであれば、目立つような行動をとってくると思います。あなたに分かりやすいように伝えてきてくれると思いますね。はい、そしてラッキーモチーフは、そのあまりいろいろと考えないでねっていうことが入ってくるので、なるべくシンプルなものがいいです。もしアイテムを取り入れるとするのであれば、複雑な模様とか小さな模様が入った服とかではなくて、もっとシンプルな一色だけのお洋服を着るとか、そうですね、柄物よりは単色っていう感じで入ってきます。小物、アクセサリーだとしても、細かい複雑なものよりももうシンプルなものでいたらいいんじゃないかなと出てきました。これも参考にしてください。そうですね、なんかお料理とか、その五感に関わることとかでも、なるべくシンプルな感じで今はいた方がいいのかなっていう風にも入ってきます。または海外だったりとか、ちょっとね、距離のあるもの、旅行とか旅、移動っていうのもラッキーアクションとして入ってきています。少し遠出のお出かけをしてみるとか、海外ドラマを見るとか、そういうこともいいかなというふうに出てきました。これも参考にしてください。今出会いを求めているよっていう方は、
これからあなたのことを好きだっていう人が動いてくる可能性があるので、ただし前にもあなたとつながりがあった方です。もうなんかね、振られたくないっていうお気持ちが出てきてるんですが、もしあなたがこのお相手とつながっていこうって思えているのであれば、手を取ってくださいねっていうのも入ってきていましたし、いやこの人じゃなくて全然身に覚えないから、もう本当に新しい出会いとして見てるって方は、本当にこのコミュニティの場で新しい出会いっていう可能性が広がっていますから、あなたの苦しみから今抜け出す時ですっていうのが入ってきていました。今回は今あなたのことを好きな人の特徴について見ていきました。肯定メッセージもぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、また SNS での共有などもぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたのことを好きな人の特徴について見ていきます。はい、今回も4択占いです。よろしくお願いします。それでは2番をお選びいただいた方、ここがあなたのことを好きな人の特徴です。そしてその方が動いてくるタイミングの数字を出しています。あとはこちらが肯定メッセージ、そしてこの方がどんな風に動いてくるのかとか、今どんなことを考えているのかっていうのを後でスプレッド展開していきます。まずは特徴を見ていきましょう。イニシャル参考程度にご覧になってください。 E と X です。はい、この2つが、イニシャルの可能性が高い。 A から始まる方だったりとか、 X なので、X はなかなか日本語でいないかもしれないですけど、まあでも何かしらの関わりがあるかもしれませんね。 EX です。そして数字としては11っていうのが入ってきます。まあ、この方に関わる数字として11が入ってくるかなというふうにありますね。その他のワードでも次々出していきましょう。プライバシー、感謝、秩序というふうに出てきています。この3枚も特徴としてもらっていきましょう。はい、その他にもこちらのカードですね。はい、ライオンを表すカード、強いカードっていうのが、強い意志を持っている方っていうのが入ってきます。そうですね、まあここにもライオンがいますね。はい、これね、この方の強さっていうところを強く押し出しているかなっていうふうに見ることができます。で、ソードのキングも入ってますから、意思がはっきりしているとか、意思表示ちゃんとしている、あとは会話上手な方っていうのもありますし、あと決定する力を持っている、決断力があるっていうのがあるので、どっちか決めなきゃいけないとか、何か考えなきゃいけないっていう時とかもスパッと決めることができるとかね、それを決めて行動に移すのが早いとか、対応力があるとかね、そういうのもあります。あとはキングだからリーダー的立場だったりとかっていう可能性もあります。社会的地位のある方っていう可能性もありますね。あとは津軽人っていうのもありますと、存在感が大きいんじゃないかなと思うんです。その外見的特徴じゃなくて、もうオーラが大きいというか、強いっていうのがある、存在感がある、目立つっていう風に入ってきます。人目を引く外見とかじゃないんですけど、そうだな、なんかこう華やかでオーラのある人っていますよね。まさしくそんな感じの人っていうのがあります。その他の特徴としても、ワンドの4番、カップのクイーン、ペンタクル、ナイトという風に入っています。かなりね、この方ね、こうはっきりと動く方っていうのもありますし、思いやりを持っている方、優しい方なんですよね。でも優しさプラス強さっていうのがあるので、まず強さ、強さ、優しさっていう感じでしょうか。あなたのことを見ているよとかね、そういう立場の方なのかもしれない。立場的に上の方なのかもしれないし、年上っていう可能性もあります。そして何かを教えるとかっていうよりは、見守っていくタイプなのかもしれません。優しさとかをあえて表に出さなくて、内に秘めている方かもしれませんね。こう誰にでも優しくするとかじゃなくて、本当に心の優しさっていうのはここにしまったままで、表面上は厳しさを出していたりとか
っていうところの可能性もあるんじゃないかな。うん、ニコニコしていて手を差し伸べてくれるというよりは、厳しい意見も言うんだけど、ちゃんと優しさとか思いやりがあってこそのそれっていうのがあるので、うん、だから時には厳しいことを言わなきゃいけない立場の方なのかなっていうのも入ってきますね。そして自分を犠牲にしてでも周りが良くなればとか、そういうことも考えている、あの辛抱強いとか忍耐強い方っていうのもあるから、何かしらの障害とかを今まで乗り越えた経験もあるだろうし、そういう意味で経験豊富な方っていうのも出てきます。人生経験を積まれている方なのかなって、いろんなこと経験したりとか耐えてきた、それによって掴んできたものがこの方の中にあるのかな、培ってきたものがあるっていう風に入ってきます。そしていつも動いているっていうイメージがあるので、お仕事でも体を動かしていたりとか、外に出歩いていたりとか、そういうお仕事をされている方もいるかもしれません。そうですね、あとは人の健康状態だったり心の状態とかね、そういうメンテナンスを行うようなお仕事をされている方もいるかもしれません。そう、この方の意志の強さっていうのが現れているので、それが仕事面で生きているのかね、こう社会的なところで生かしているのか、この方の個性としてもうその強い意志を持った方っていうのが出てきているのか、まあ、どちらもあるかなっていうふうに出てきています。普段ね、優しさをあまり表に出さないので、本当はね、心の中ってめちゃくちゃあったかいんだけど、普段は見た感じクールな感じとか、少しぶっきらぼうに見えたりとか、はっきりものを言うので周りから少し怖いなっていう風に見えるかもしれないんだけど、本当はこの人ね、不器用だけど優しいんですよね。優しさをあえて出さない人なのかもしれません。口は乱暴なんだけど、優しさがちゃんとあって、困ってる時助けてくれたりとかね、そういうところもあると思います。まあ、でも忍耐のある方、忍耐力のある方ですよね。っていうのもあります。そして趣味嗜好っていうのがあると思います。例えばそうだな、晩酌していたりとか、嗜好品があったりとか、何かしらこの方あるんじゃないかな。そうですね、中にはなんかこうギャンブルやられていたり、宝くじ買うのが趣味だったりっていう方もいるかもしれません。だからといってね、破産するとか金遣いが荒いとかそういうことじゃないんですけど、なんかね、趣味の一環として、なんか競馬の馬を見るのが好きとかね、たまにいますよね、その馬の美しさを語る人みたいな。私も身近にいるんですけど、馬が美しくて競馬にハマるっていう人とか、男女問わずね、あ、女性かな、私の場合2人知り合いがいるんですけど、2人とも女性だったな、そういえば。馬の美しさに惹かれて競馬やってるっていう方いましたね。なので何かこう理由があってそういうのをやっていたりとかっていうのもあるかも。あと新商品とかも好きなので、新発売のもの、それが電化製品とかですね。最近 iPhone 新しいの発売されましたよね。それも多分買われてたりとかするんじゃないかな。今一番先に手に入れたいとか、そうですね、新発売のものに目がないので、特に家電ですね、家電だったりとか電化製品、そうですね、そっち系で、新しく発売されたら並んででも買いに行きたいとか、そういうのもあるんじゃないかなと思います。 iPhone 持ってると思いますよ、新作のもの、だと思います。ハイスペックなものを持ってるっていうイメージもしますね。はい、そしてその他に見ていきましょうね。まあ、でも感謝の気持ちっていうのがここにちゃんと現れてるので、人から感謝されるような立場、仕事柄そうなのかもしれないし、この方ね、すごくね、不器用なんだけど、後々こう巡り巡ってみんなに感謝されるような人なんだと思います。普段からね、この優しさを表に出してニコニコしていればすごくね、モテるんだろうけど、でも本当の優しさを持ってる人っていうところですね。そう、それがいいんだよっていうところです、この方のね。あとプライバシーっていうカードも入ってきました。秘密保持者っていうのがあるので、口が固い、あまり軽率に人の話とか噂話とかをしない、ちゃんと守るよっていうところがあるので、本当に言っちゃいけないこととか、そういうのも言わないし、約束を守るだろうし、秘密だよって言われたことは守るっていうところがあるので、他人のプライバシーを尊重するところがあると思います。
秘密は守るし、余計なことを誰かに言ったりとかもしないし、それがその人にとっていいんだろうなって思えば、この方はそれを自分の中にしまっておくっていうことができる人っていうのも出てきています。もともとね、忍耐強い方っていうのが強く出てきているので、それを持って物事を制していくような方っていうのがあります。はい、この方の社会的立場、地位っていうところの特徴とかも見ていったので、あとはそうだな、趣味とかも見ていきましたよね。外見見ていきましょう。これは男女問わず、髪の毛に癖のある方だったりとか、まあ、ウェーブがかっていたり、巻いていたりとか、ロングだったりっていう形で見ることができます。男性でも髪が短いよりは少し長めなんじゃないかなと思いますね。前髪があったりなかったりっていうのは、前髪が長くて分けているのか、男性でもね、ちょっとね、横に流していたりとかする可能性があるのかなと思いますね。はい、そうね、ライオン、縦髪なのでね、やっぱりこの男性だったらひげがあったりとかね、ライオンみたいにひげがあったりとか、髪型に特徴があったりとか、または髪の毛の量が多かったりするかもしれません。凛々しい感じっていうのが入ってきます。女性でもね、凛とした美しさの方っていうのも入ってきますから、まあ、キャリアウーマン的なね、イメージが入ってきます。だけど中にね、すごく温かくて優しい方なんですよ。はい、それはね、ちゃんと伝わっていると思います。仕事熱心ですしね、いいですね。はい、あと特徴他にあるかな。あ、この方、あの、物の見方が個性的かもしれません。着目点が人と違うところがあるので、さっきも言ったみたいに、その競馬、あの、ギャンブル的要素で競馬を楽しむ方もいるだろうし、宝くじ要素でね、そういうゲームも楽しむ方もいるだろうけど、その馬に着目して、馬の美しさ、足の美しさとか筋肉のつき方とかね、そういうところに目を向けて競馬をたしなんでいますとかね、それもまたね、面白い着目点ですよね。そういう目線を持っている方っていうのも入ってきます。人の長所を見抜く力もあるだろうし、そうですね、なんか嫌なところを目にするんじゃなくて、荒探しをするんじゃなくて、長所を見つけるのがうまくて、でもね、それをね、こう素直に口に出していればめちゃくちゃ人気があるんでしょうけど、言わないんだよね、この人ね。分かってるよっていう感じで自分の中にしまっておくので、で、態度もな、ぶっきらぼうだったりとか、そういう感じもするんですけど、さっぱりした感じもするんだけど、本当は心ね、めちゃくちゃもろいってか、涙もろかったりとか、感動屋さんだったりとかね、そういうところ、情に熱いところがあるんだけどなっていうところはあるんですけど、まあ見た感じと中身のギャップあるかもしれませんね。はい、そう、ちょっとね、あの、その優しさを見せるとめちゃくちゃ異性にモテるんじゃないのっていう感じもするんですけど、そういうところができない不器用な感じもするのもまたいいですねっていう風に入ってきますね。そうだな、なんかこう、オーラのある方なので、体格とかね、身長で言えばそんなに高くないし、かといってそのがっしりした体型とかでもないし、かといって細身でもないしっていうところで、見た目的には標準的な身長だったり、標準的な体型だったりとかしてらっしゃると思うんですけど、でもオーラがあるので人目を引くような方なんだと思います。服装とかもそこまでこだわっていないと思うんですよね。だけどオーラがあるから、どこかしら人目を引くんじゃないかなと思います。そうですね、ほくろがちょっと見えるので、顔の目立つところにほくろがあるんじゃないかなと思います。例えば口元のあたりとかね、唇の下だったりとか、目尻のあたりとかに泣きぼくろがあるとかね、こう分かるところに特徴的なほくろを持っている可能性があります、というところでしょうか。嗜好品があるということで、このあたりで見ていきました。まあ、でも秩序のカードも入ってるから、ルールは守るよ、プラス自分でルールを作っていくような方なんじゃないかなと思います。あの、そこまで厳しくないんですけどね、根はすごく優しいので、厳しいこととか無理難題を押し付けるとかじゃなくて、ちゃんとみんながやりやすいようにっていう感じでルールを設けるような方なんじゃないかなと思います。約束もちゃんと守るしね、
はい、そういうところもあります。ではこの方と急接近する時期とか数字もらっていきます。6、3っていうのが入ってきます。で今心当たりないですとか、今自分に好きな人いなくてとか、全く何もないよっていう方だとしたら、この3日後、6日後とか3ヶ月後、まあ6ヶ月後はちょっと行き過ぎてるので6週間後とかね、そのあたりかな、遅くても6週間以内にはこういう方との出会いがあると思います。あなたのことを好きだって思う人が6週間以内に現れると思いますね。うん、そうだな、着目、そうだね、この方の視点、目のつけ方がとても鋭かったりとか、いつも人が見ないようなところを見ていたりとかっていうところもあるので、その着目の仕方っていうところがユニークなんじゃないかなと思いますね。でもし今現在こう、あ、なんかこの人かもって思う人、心当たりのある方もしいれば、この方があなたに対して働きかけてくるのが3週間から6週間以内には動いてくる、で確実にこの人から動いてくるっていうのがあります。はっきりと動きますね。早ければ3日とかね、それぐらいで動いてくると思います。1週間とか、これは好転メッセージなので、まずこれをこちらに置いておきますね。そして好転メッセージを一回ここに置いて、ではこちらシャッフルしてあります。タロットカードから、正客採用でケルト十字使って、この方がどんな風に動いてくるかとか、今あなたに対してどんな思いを抱いているのかっていうところを見ていきます。そうですね、お顔立ちははっきりしているというよりは、塩顔っていうんですか、に近いんじゃないかなと思います。きつい感じの顔じゃないですよ。だけど意思はしっかり持っている。では見ていきますね。ワンドの2番、ペンタクル6、はい、カップのキング、そして、ジャッジメントですね。ジャッジメントか、はい、ワンドの7、逆、はい、こっちは運命の輪、逆、はい、ペンタクルの2番、逆、はい、そしてソードの6、はい、デスのカード正位置、はい、これがバンドの6、逆位置。あ、そしてそうなんです、これね、お伝えするの忘れていました。あなたが出かけた時とか移動した時、今の場所から違う場所へ移った時とか、その、ね、場所の、ね、移り変わりのタイミングでこの方と出会う、もしくはこの方からアプローチを受ける可能性があります。だからこの方と今同じ場所、例えば職場だったりとか、そういう同じところに今いるよっていう方は、いつも一緒にいるところから違うところにいた時に告白を受けるとか、そういう可能性が高いんですよ。もしくは2人で出かけるとか、デートするとか、そこで告白を受けるとかっていう可能性もあります。なんかね、こう移動するっていうのが入ってきてるんです。そうで、一部の方では海外とか、あとはちょっとね、距離がある、遠距離、長い移動をして、まあ、旅行とかね、そういうところで告白とかね、そういう感じもしますね。海っていうワードも入ってきていました。お伝えし忘れていました、申し訳ありません。それがね、ここのこっちのケルト十字の方でも出てきてるかなと思います。その移動っていうのが何を表しているのかっていうのもちょっとね、気になるなっていうところでもあるんですけど、いずれにしろあなたが場所が変わるとき、移動するときとか、いつも いないところというか、なんだろう、お店に行くとか、そうですね、なんかね、お店の門をくぐる、のれんをくぐったりとか、入り口
ドアを入ったりとか、だから室内に入っていくのかな。でも室外もあるんですよ。海辺に行ったりとかね、そういうシチュエーションっていう場合もあるんですよ。デートとかするんだったら海っていうのも入ってくるので、あとはあなた自身が節目を迎える時っていうのも入ってきます。場所の移り変わりだけではなくて、例えば一山乗り越えた時なので、仕事が忙しくて、でその忙しい時期を一つ乗り越えた時っていう時にスッと告白が入ってくるとか、そういう感じで、うん、何かの節目っていうところが出てきています。はい、では見ていきましょう。そしてそのお相手が、そうですね、新しい関係性を求めているんだけどタイミング見ているってところがあって、ただこのお相手の心の中っていうところを見ていくとジャッジメント入ってるんですね。これはジャッジメントっていうのは、まあその再スタートだったり再開とか復活っていうのも表しているんですけど、でもどうかな、そうですね、あなたにとって、まあ、多分知り合いですよ、知り合いっていうのは間違いないですね。多分深くつながりのある方の中にあなたのことを好きだと思ってる人がいる。だけどあなたとこのお相手って新しい関係性になっていくことをお互い望んでいるんじゃないかなっていうふうに出てきています。そしてプラスお相手は今そのタイミングを見ている、だけど今じゃないっていうのが出てきてるんですよね。だからすぐに動くか動かないか、つまり告白するかっていうこの肝心なところは今じゃないっていうところが出てきてる。今すぐじゃないっていう感じね。だから急接近してくるんだったら3日とか6日とか1週間以内っていう感じで連絡来るとか、それぐらいだったら全然あるんだけど、肝心の告白とかそういうところになっていくと、まあ3週間から6週間ぐらいはかかるかなと思います。3ヶ月、遅くても3ヶ月かな、6ヶ月まではかからないです。だけどその今すぐではないからタイミング見てるっていうところは出てきている。だけどそのお相手にとって今その物事が好転しているところなので、今その順調にあなたとの交際というか仲を進展させていたり、仲良くなり始めていたりとか、あんまりこう前だったらなかなかうまく物事が運んでいかなかったようなことも今はこう徐々に良くなってきているようなところが出てきているし、例えばこれが再会とかその復縁とかね、そういうことじゃなかったとしても、この方にとってまたチャレンジしたいとか、もう一回やってみたいとかだけじゃなくて、自分にとっての何か決定弾が欲しいってことが言われています。この中の心の中でこの方が感じていることです。自分にとっての一つの決断、大きな決断をしたいとか、または良いお知らせが欲しかったりとか、そのね、なんか決まりましたよみたいな、何かこの答えが欲しいっていうところですね。あとはやっぱりこのあなたのことを思っていますよっていうね、優しい王様になってるんですよね。ソードのキングとカップのキングね、ここ出てきています。何を考えていますかって言ったら、いかにあなたに愛情を届けに行くかとかね、そういうことです。優しくあなたを支えていけるかとか、あとは自分がいかに精神的に安定してあなたを支えていけるかとかね、自分の包容力もうまさに今備わってるから、今あなたに誠実に向き合っていく時なんじゃないかっていうふうに考えているからタイミングを見てるんです。状況もモチベーションもとても良いので、深層心理のところは何かこう決定打だったりとか、まあその再会とか再チャレンジとか、そういうワードに引っかからないっていう方だとしたら、このお相手の中で何か一つ決め手が欲しいっていうところがあるんじゃないかなというふうに出てきています。でもそうだな、現状としてやっぱりこうなんだろう、忙しかった方とかもいたんでしょうか。仕事と恋愛両立できなかったとか、仕事柄的に今なんか仕事ちょうど一山乗り越えたっていうあなたやお相手の様子が見えていたり、もしくはこれね、2つのことを同時にこなしていけないっていうのが出てきているので、あなたに夢中になっていて、その他のことが今ここね、今お相手の中でこれじゃなくて今あなたみたいな感じで目線が向いている可能性もあるし、そうだな、だったけど2人の間で新しい関係性っていうのがこれから求められてくるところでもあるし、期待してるところでもあるから、
バランスが取れていなかったものが2人にとってね、2人の関係性においてバランス取れていなかったものがちょうどバランス取れていくようになるよっていうのが出てきているので、例えばお相手が趣味と仕事とあなたとの恋愛とかいろんなことを手に取っていかなきゃいけなくて、どれから始めようみたいな状態からようやく今落ち着いてきたよっていう方もいるでしょうし、はい、ただそのジャッジメントね、そっか、うん、もう一回やっていく、チャレンジしていくよとか、より良いものにしていきたいってことをまず根本的に考えているので、一回失敗しちゃったとか複数同時にこなせなかったこととかもあるんだろうけど、それをより良いものに刷新していきたい、うん、っていうようなお気持ちが強く出てきているので、うん、そうですね、何かね、こう例えば時間に追われていたとか、やること多くて恋愛に集中できなかったとか、デートできなかったっていうことから今抜けていくタイミングなのかなっていうのがあります。でこれから先の未来っていうのがだんだんと良くなっていくので、今も現状追われてすごくいいのね、うん、あとはタイミングさえ噛み合えばやっていけるだろうっていうところがある。あとはタイミング次第っていうところですね。そうだな、あなたの忙しさとかっていうのも見てるし、あなた何か出かけたりとかする予定ありますか？どこかへ行くとか、まず例えば出張だったり出かける用事があったりとか、あとは今ご自身の中で切り替わりのタイミングだったりっていうのがありますかね。うん、ソードの6番入っています。何か物事を落ち着かせるためにいろんなところで動きが、物事が動いていくんだと思います。あなた自身から働きかけることもあるし、このお相手から働きかけることもあるし、そういう流れ的に今節目を迎えていたり、大きな流れが、そう、流れって言っても整っていく方に流れていくような段階、いろんなところでいろんな作用が今調和に向かって動いているところなんですね。自然と多分物事が切り替わっていったりとか、2人の関係性が次の段階へ行くタイミングっていうのがおのずとやってくると思います。あとはこの方が告白するかしないかっていうところはタイミング、この方今見てるところでもあるし、積極的になっているところでもあるので、タイミングが噛み合えばこの方かっちりと、うん、決めてくるんじゃないかなっていうところが出てきています。はい、ではこの方の動きを見ていきましたね。ではそう、あの好転へ向けてのアドバイスもらっていきましょう。こちらです。まず冷静、貢献、協力っていうこの3つのワードが入ってきています。あとは、うん、この自分の道ね、見つけていこうっていうことや、ワンドの4番ペンタクルの4番っていうのも入っています。ごめんなさい、ちょっとねお部屋が暗かったので照明つけました。そして続けていきますね。これが、皇帝へ向けてのメッセージです。まず一番のワードとしては安心感だったり安定させていくことっていうのが出てきています。まずこれからね見ていきましょう。ほっと一息つきましょうねっていうのがあります。ワードとしては冷静っていうのがあるんですけど、でも今ここで感じられるのはあなたが今くつろげる時、その時間が必要だよっていう風に出てきています。今忙しいとか切り替わりのタイミングとか節目を迎えている方って疲れている可能性があるので、まず温かい飲み物飲んだりとかほっと一息つきましょうってことがここで出てきています。ゆっくりとした時間ですね。温かい飲み物を飲むだけじゃなくて自分でこう癒しの時間を作っていくことっていうのがテーマとして入ってきそうです。あとは貢献、そして協力っていうワードも入ってきます。誰かのために思いやりを分け与えたりとか手を差し伸べたりとか、そういうのも今好転へ向けてのアドバイスとして入っています。またはこのお相手と力を合わせて何か物事をやり遂げるとか、そういう場面も出てくるのかなと思います。手と手を取り合うようなタイミングですね。うん、なんかね2人が和解するとか握手するとかそういうイメージも入ってきます。協力して一致団結して何かをやり遂げるとか、なので同じ職場にいたらプロジェクトに携わるのかもしれないし、
職場じゃなかったとしても、2人で共通の趣味か何かがあって、それに向かって一緒に取り組んだり話し合ったりとか、あとは同窓会を開こうっていう時に一緒に幹事をやったりとか、そういう可能性もありますね。はい、それが多分なんか移動とかね、そういう場所の移り変わりとか、そういうイメージもそこにつながってくるのかなと思います。あとはここですね、ワンドの4番、ペンタクル4番、あなたの大事だなって思ってるお気持ちとか価値観とか、これ大事だって、私にとって大事なものだって思ってるものを大切にしてください。今あなたの中で手放したくないものだったり、自分にとって大事だなって思ってるものあるんじゃないのかなって出てきています、カードたちが。それはあなたが手にしているもの、抱えているととても落ち着くものあるんじゃないですかって、うん、これがあるから私やっていけるとか、自分大丈夫だって安心できる何か多分あると思うんです。目に見える形のものだったりとか、目に見えないかもしれない、あなたの記憶の中とか心の中に存在しているものかもしれないけど、それを大切にしてくださいねってことも言っていますし、あとやっぱりここですね、バンドの4番、あなたにとっての癒しの時間、平和な時間ですね。ゆっくりとした時間持っていきましょう。そしてこのあなたのことを好きだって言ってくれてる人との間の境界線がこれからなくなっていきます。境目がなくなっていくので、もっとやり取りしやすくなったりとか、スムーズに物事が流れていくこととか、不安定になっていたものがバランスが取れていくよっていうのが強く出てきているので、偏りがあったっていう方はこれから整っていくだろうっていうのが出てきています。そこに向かってお互いが協力し合っていくのかなっていうのもあるし、お互いが差し出していくもの、受け取っていくものっていうのが整っていくのかなっていうのも出てきています。ラッキーカラーは赤みの強いオレンジですかね。この色をラッキーカラーとして取り入れてください。はい、これは自分で作り出していこうっていうことが言われています。お選びいただいたオラクルカードと一緒に見ていきましょう。好奇心を表すカードです。新しいことにチャレンジするときです。大胆で楽しく活力に満ち溢れている、これを目指していきましょう。幸せは成功の後に来るというふうに信じていきましょう。あなたの心の幸せを求めてください。今心の中に抱きしめている幸せ、これですね、これを抱えたままでそれでいいんですよっていうことを言われています。この幸せ、大事だなって思っているもののために今何を取り組んでいくのかっていうことをあなたは考える時がやってきています。あなたのやり方でいいです。道を作り出していきましょう。さあ、どんな作戦であなたの幸せをつかみ取りに行きますか、またはこれらを守っていくためにどの道を選んでいきますかっていうところです。新しいことを取り入れてもいいでしょう。楽しいことやあなたが活力に満ち溢れるようなワクワクするようなことを始めてもいいですねっていうふうに言われています。またはこのようにほっと一息つけるような、これが今あなたには必要なのかもしれません、ね、今までこう忙しく動き回っていたよっていう方はほっとくつろぐような時間を取り入れていくっていうのもいいでしょう。はい、そしてラッキーアイテムとしてはテーブル、机っていうのが入ってきます。デスクワークの周りを整理整頓することだったりとか、新しいテーブルを新調することもいいでしょう。綺麗に磨き上げたりとか整えたりするのもいいですね。あと椅子、テーブル、椅子とか寝そうのあたりでしょうか、あとは食器だったりとか、そうですね、あと外っていうのも大事だし、中っていうのも大事、どっちも大事だから、どっちかだけじゃ成立しないんだよねっていうところになっていくのかなっていうのはあります。外に出かけることでより良い刺激だったりとか、新しいものを取り入れていくってことも出てくるだろうし、うちにこもることで見つかる答えとか、新しく湧き上がってくる思いに気づくとか、そういうことも出てくるだろうから、室内だろうが室外だろうがどっちも大事よって、自分の内も大事だし、自分の外側っていうのも大事だし、どっちも大切にしてねってことを教えてきてくれています。できるんだったら朝日を浴びることっていうのがとってもおすすめです。はい、このようなワードも入ってきました。ぜひお受け取りください。今回は今あなたのことを好きな人の特徴について見ていっています。はい、なんかね、素晴らしく
思いやりのあって優しい方なんだけど、優しさを閉じ込めてキリッとしたような方があなたのことを思ってるよっていう風に出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたのことを好きな人の特徴について見ていきます。よろしくお願いします。今回も4択占いとなります。そしてあらかじめカードを出しています。こちらが今あなたのことを好きな人の特徴、そしてその方が動く時期や出会う時期、具体的な数字を出しています。こちらは好転へ向けてのアドバイスカードです。まずはこの方の特徴から見ていきます。イニシャル出していきました。 N と O が入っています。何ぬねの、もしくは O ですね。はい、このあたりでしょうか。ストレートな方っていうのが入ってきます。あとはこの方ですね、自分の意見をはっきり言える人っていうのが入ってきます。嫌なことは嫌とか、できませんとか、ノーっていうのがちゃんと言える人っていうのが出てきていますし、時間厳守な方っていうのが出てきています。はい、時間にきっちりところがあるんじゃないかなと、自分自身がね、時間をきっちり守るっていうところがあります。はい、忍耐強く粘り強く取り組んでいくことができる人でしょう。これね、そのカードを出していて、そのつなり人のカードが2枚出てきたんですね。でこの方はただその辛抱強いだけではなくて、いろんなこと経験されてるんじゃないかなって思ったんです。強行のカードも出てきたので、自分の経験を生かして今いらっしゃるんじゃないかなと思うんです。それはそのお仕事として生かされているかもしれない。経験を通じてとか、学び、そうだな、今まで学んだことを生かしてそれを人に教えるようなお仕事をされているよって方もいると思います。先生みたいな感じでね、ものを教えたりとか、そうですね、人の上に立ってお話ししたりとか演説したりとかっていう方もいるでしょう。それはその今まで長いこと研究したり勉強したり学んだことを生かしていますよっていうイメージが社会的に入ってきます。社会的なところでは。でそしてこの方のプライベートなところで言うと、いろんな荒波に揉まれてきたんじゃないかなっていうのがあるんですね。いろんなこと、逆境とか苦しかったこともたくさんあったと思うんです。この方人一倍それを乗り越えてきたんだよ。だから積み重ねてきた経験値っていうのがすごくたくさんあるんじゃないかなっていうのが出てきています。これが一番強いかなっていうのが入ってきていますね。あとはペンタクルページ、ペンタクル4番っていうところで、まあ、着実に物事を積み重ねていくことができる人ですよね。仕事を任せてもちゃんと納期に間に合わせるとか、時間厳守だからね、納期や期限っていうのをきっちりと守りますよっていう、約束を守るよっていうところもこの方の持ち味なので、そういう締め切りに追われてる、なんか期限がついてるようなお仕事をされているかもしれないですよね。お金を管理することだったり、あと経済面と人を教える立場と両方くっついたようなお仕事をされてるかもしれません。はい、この方がそうだな、誰か人の上に立つことで会社が成り立っているような、売り上げが出せるような、そういうお仕事もされてるかもしれないですね。その他にも見ていくと、やはり根気、忍耐っていうねワードが入ってくるのと、全力、そしてラブっていうのも入ってくる。でラバーズっていうのも入ってくるので、かなりこの人あなたを愛している、好きとかじゃなくて愛してるんですよね。これ後ほど展開を見ていくんですけど、いやもうすでに恋人関係ですっていう方、強い絆で結ばれていますっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうのを感じます。いや今恋人いなくてとか、好きな人いなくてっていう方だとしても、これからそのような強いご縁と結ばれていくんじゃないかなって、そのような方と出会うんじゃないかなっていうのがね、ここで出てきています。この方と結ばれることによって、初めて知ることのできる愛情の深さだったりとか、初めて経験する愛とか、そのようなものもあなたが得られるんじゃないかな、お互い結びつきっていうところで深
深くつながっていけるような相手なんじゃないかなってことを感じられるような人なんじゃないかなと思います。もちろんこの方自身が愛情深い方っていうのも出てるんですけど、この方とあなたのご縁っていうのは深いんじゃないかなっていうのがあります。あとはこの方は独占欲が強い方っていうのが出てきていますから、あなたを独り占めにしたいとかね、そういう思いも持っていると思います。そうですね、社会的地位とはまた別の顔がプライベートの面で見えるかもしれません。恋愛して初めて見えるこの方の独占欲とか、そういうところも出てくるのかなと思います。独占したいだけじゃなくて、あと自分にとってのこだわりとか大事にしているものっていうものをちゃんと持ってると思うんですね。いろんなことを経験した中で、これが自分の中で大事に思っていること、っていうものを、モットーみたいなものを持ってると思うんですね。はい、そして体力がとてもあるので、体を鍛えていたりとか、スポーツをされていたり、また体力仕事をされている場合もありますね。あとあれかな、消防士さんだったりとか人命救助の方みたいな感じで、人の助けになるような、そしてそれが自分の体力を使うようなお仕事っていう感じもするので、誰かに愛情を込めて接するだけど、自分の体もそこに使われていくので、体力ね使っていったりとか、体を動かしたりとか、自分が働きかけることによって救える命があるとか、そういうことも関わってくるのかなっていうふうにも見えます。はい、何か重いものを持ち上げたりとか、荷物を運んだりすることで、それが世の中の人々の役に立っているような、そのようなお仕事っていうのも感じられます。はい、そして違うものは違うとか、こっちあっちみたいな感じで決めるようなこともされていると思います。性格がそうなのかな、できませんとか、そうです、イエスとか、いいですねとか、そういうのもちゃんと示してくれる方っていうのが出てきています。勉強熱心なので、今でも資格なお取り続けているとか、こんなに役職あって、こんなに資格いっぱいあって、才能いっぱいあるのに、まだそれでも資格取るのみたいな感じで、資格取るのが趣味みたいになってる可能性もありますね。人生日々勉強だみたいな感じで、いつも全力疾走、前向きポジティブっていう感じがします。でもできないことはできないよっていう風にちゃんと言えるところもあるので、わがままとかじゃないんですよ。ちゃんと自分の限度を知っているってところがあるから、一回ね無理したことあるんでしょうね、この人。今まで生きてきて無理がたたったことがあるんだと思います。一度や二度じゃないかもしれないですね。もしくは大きなことがあったんじゃないかなっていうのが出てきています。だから自分の限度を知っているから、これ以上はできないよってことをちゃんと伝えることができるんだと思います。一回何かね無理して体を壊したことがあるとかね、そんな感じもしますね。はい、どこか無理をしちゃうような性格なんですよ。っていうところも出ています。じゃあ見た目的なところで見ていきましょう。まずその寂しがり屋さんっていうのがあるんですね。いろんなこと経験してきて経験豊かなんだけど、でもあなたと一緒にくっついていたいっていうのが出てきているから、ここねギュッとしていたいっていうのがあるので、あなたのことをとっても大切にしている、めでているし、もうそばを離れたくないっていう感じがするので、だから同棲したいって言い出したりとか、一緒に暮らしたいとかね、少しでも一緒にいたいとか、同じ時間を共有したいってことを申し出てくるんじゃないかなっていうのもあります。はい、そうですね、今まで一人ぼっちだったっていう感覚も強いのかもしれないですね。一緒にいることで得られる喜びとか、そういうところも感じやすい方なんだと思います。そしてそうだな、例えば映画とか小説とか、なんか雑誌読むにしても、ロマンスものを好むんじゃないかなと思うんです。それかヒューマンドラマだったりとか、っていうところが好きなんだと思いますね。歴史ものも好きかもしれないけど、どっちかっていうとヒューマンものが好きなんだと思います。恋愛ドラマも好きなのかなっていうふうに入ってきますね。はい、趣味としては映画、そうですね、作品に触れること、見ることかな。体を動かすことも好きなんだけど、映像を見たりとか、あとは視界に入ってくる刺激なものなので、美術館とか博物館、水族館とか、
そうですね、なんか視界に入れて綺麗だねとかいいね美しいねって言えるようなところに行くのが好きとか見るのが好きっていうのが入ってきます。うん、心っていうのをとても大切にしているので、それが伝わるようなデートとかを好むと思うんですね。美味しいものを食べて美味しいねとか、その美味しいものでも美しく盛り付けされているものを見て、この飾り付けいいね、盛り付けいいねみたいなところで楽しんだりとか、味わうプラス見ながら楽しむとか、見ながらとか聞きながら、うん、どっちも両方楽しむとか、そんなようなものを好むんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、優しい、そして愛情深い、そうですね、誰に対しても親切、我慢強い、そうですね、あと体力があるっていうことなので、体を鍛えてるから筋肉ついてるよとか、引き締まった体をしてるよっていう方もいるでしょうし、まあ、女性だったら女性らしいこうボディーラインが目立つようなボンキュッボンみたいな体型をしてらっしゃる方もいると思います。そうだな、女性だったら短いお洋服を着てるかもしれません。ミニスカートだったりショートパンツだったりとか、足が出ている可能性がある、手足が出ている可能性があるかな。長袖とかっていうよりは袖が出ているような、うん、少し素肌が見えるような服装をしている可能性があります。男性もそうかな、胸元が開いていたりとか、少しね手首が見えていたりとか、または手首のあたりに時計をしていたりとか、うん、なんかそういうポイントっていうのが見えます。アンクレットしてる方は珍しいかな、どうかな、それは趣味の範囲だからな。そうだな、してる方もいると思うんですけど、どうだろうな、うん、まあ、もしかしたらいるかもしれないなっていうのはありますね。リングっていうよりはネックレスとかの方の、ブレスレットとかの方のイメージが強い、腕時計とかね、そういうイメージが強いので、うん、ピアスとかね、指輪とかっていうよりは手首周りとか足首周りのものっていうイメージがあります。はい、もし何かねアクセサリーをつけてるとしたら、そのあたりかなっていう感じですね。そうだな、あと髪の毛、ヘアカラーしてる方もいるかもしれないですね。少し明るめだったりとか、うん、っていう方もいると思います。このあたりかな、外見でもし言うとするのであれば。そうですね、どうかな、はい、このあたりでしょうか。では外見と性格をお伝えしたので、このあたりも参考にしてください。まあ、そのつなれ人が2枚入ってるっていうことは、かなり我慢強い方とか忍耐力のある方っていうのもあります。もう忍耐っていうのもあるから、これを含めると3枚共通してワードが入ってくるんですよね。はい、あとその愛情を表すカードも2枚入っていたので、かなりこう深いものっていうのを感じられますね、このあたりから。ということで、この方の特徴を見ていきました。はい、一回まとめさせていただきます。おおらかな方なんでしょうね。いろんなことを優しく受け止めてくれるような愛情深い方っていうのが入ってきます。ではこの方と近づくタイミング、もしくはこの方が動き出すタイミングとしては、2のつく日や7のつく日です。もしくは時間とか2週間後とかね、遅くても7週間後かなと思います。 2,3 ヶ月以内には動いてくるんじゃないかなと思います。または近づくタイミング、きっかけ、出会うタイミングとして入ってくるかなと思います。この方ね、体を動かしているっていうイメージがあるので、なんかこう職場で出会うか、そうだな、趣味の場で出会うかっていう感じもしますね。アクティブな方っていうのが出てきます。なので出会った時とか、あと次会う時はアクティブな場所、動きのある場所で出会うような気がしますね。あとは人が集まってるような場所、ごめんなさい、これ肯定メッセージだった。そしてこちらのタロットカード、シャッフルしてあります。こちらを使って今からキルト十字を使い、この方がどんな風に動いてくるのかっていうのを出していきましょう。そしてこちらは肯定メッセージなので、後でもらっていきます。今この方がどんな状況にいて、そしてあなたとのことでどんな風に進めていこうと考えているのかっていうところをもらっていきます。ソードの A と逆位置、力のカード、
カップのナインをウィッシュカード、はい、こちらは、女帝の逆位置、はい、ラバーズ2枚目ですね。ラバーズ入っています。いや、そのご縁のある方ないし恋人関係なのかなっていう風にしてきます。思い合ってるんじゃないかなっていうのがあります。ペンタクル A と逆位置、はい、そしてこの方、ソードの7、そしてペンタクルエース逆位置、カップのキング、いいですね。はい、でフール逆で、そしてもしこれが今交際していますとか両思いですっていう方は、今そのご縁が深い相手なので、このご縁っていうのを大切にされていくといいんじゃないかなっていうのも出てきていますし、その他にもね見ていきましょう。お相手にとってあなたは理想の方っていうのが出てきています。あなたにときめいているよっていうのが出てきているの で、今まで動けなかったこととか最近あったかもしれないけど、もうそれから抜け出しているっていうのが出てくるので、でもこの2人にとってのテーマっていうのは、いかに自由に自分たちのことを表現し合えていくのかとか、自分たちの道を探していくのがテーマなのかなっていうのが入ってきます。なんか制限っていうところが入ってくるんですよね。そこからいかに抜け出していくのかとか、その自分たちを制限しているものを取り外していけるのかとかね、何のガードがかかってるのかなっていうところもあるんですけど、まあでもこのお相手的にはなかなか思うように動けないよっていうような現状出てきています。うん、だけどあなたはすごく理想的な人だし、自分にとってはご縁の深い方だっていう風に出てきてる。まさしく愛ですよね。ときめきだけじゃなくて深い愛情で結ばれているんだっていうのを感じています。うん、そうですね、ペンタクル A と、ただそのお互いがこれから関係性を育んでいくとか、さらに進展させていくためにはやっぱりこの制限ってところから抜けていかなきゃいけないんじゃないかなって、これ外部的要素なんじゃないかなっていうのが出てきています。例えばなんかこう限られた時間でしか今会えないとか、ゆっくりできないとか、なんかねそういうのも感じます。2人にとって気持ちは揃ってるんだけど、形になるものに持っていけないとか、そういう関係性に運んでいけない何かがあるとか、なんかねそういうのを感じます。なかなか自由が効かないってところが出てきているので、思ったように進んでいけない気持ちはあるんだけど、障害があるのかなっていう感じです。障害というか、なんだろう、なんかこうセーブしていかなきゃいけないものっていうのを感じます。でもその障害とかを乗り越えていけるぐらいの強い絆っていうのを感じますね。お相手もうまく立ち回っていきたいって思ってるので、あなたとのご縁を切らしていかないためにもとか、離れていかないためにも自分で取り組んでいくことっていうのがちゃんと見えてきているので、これをどうしていくのか、あなたの方を、そうですね、あなたの方が少し不調なのかなっていう感じもします。それを心配している可能性があるかな。お相手が支えていきたいっていう風に思っているんじゃないかなとも思いますし、今のあなたの状態どうですかっていう風に出てきています。お相手はもう余裕であなたを支えていく気満々でいます。はい、あとはあなたが、そうだな、もしこれが、お互いが付き合っていなくてお相手の一方的な片思いだった場合っていうのは、もしね、あなたが心当たりがある、多分これそうだな、このお相手が一方的にあなたに思いを寄せていたとしても、すごく分かりやすい形で出てきているので分かると思うんですよ。自分のことを好きだって思ってる人いるな、多分あの人だ、今この話を聞いて、あの人だっていう風に思った方いると思います。そしてあなたがもしこのお相手に対して関係性を育んでいく気がない、自分的には可能性はそんなにないかなっていうふうに思ってるんだったら、早めにこの方に違いますよってことをお伝えした方がいいと思うんですけど、でも並び的にねそんな風に出てきていないので、この
な方とは深いご縁があるんじゃないかなっていう風に出てきているんですよ。なので読み解くとするのであれば、あなたが今不調なのかなっていう風に、2人の関係性をはっきりとしたものとか、例えば誰かみんなの前で私たち交際してるんですとか結婚するんですとか、そういうことを打ち出していくためにまだ準備不足だったり不安材料があなたの方にあるとか、あなたがまだちょっと不安に思ってることがある、だけど2人は強いご縁で結ばれているっていうのをお互い感じているから離れることはないんだけど、なんかねこう制限かかってるんですよね。ここのあたりがまだ自分たちの思うように動いていけない、これから外れていけばあとは思い合っていくだけなんだけどなっていうところが出てきているんですね。なのでお相手的にも今このなんだろうな、こうガードレールみたいなものが自分たちの身の回りを囲っていて、この柵を乗り越えていくためにどうしようかなっていう風にね、気持ちだけじゃ乗り越えていけないんだけどな、どうしたもんかな、うまくやっていきたいなっていう風には考えています。自分の理想、目標、願いっていうのが今一番お相手の中にあって、自然と今そのご縁が結びついているような状態なので、いや全く身に覚えがないっていう方は、あなたがふと振り返るとそこにもうすでにいる、待ってますよっていう風に出てきていますね。あなたの方が少し不調なのかなっていう感じもします。はい、そしてじゃあお相手でも自然とあなたに寄り添っていくよって、制限がある中でもそれでも寄り添っていくよっていうことが出てきているので、気がつくと隣にいる人とか近くにいる人で感じる方いるのかなっていう風に出てきています。そして今その制限を抜けて、今自分が働きかけに行くか行かないかっていうところで、このお相手ここに今現状いるから、じゃあ実際告白してくるのかとか、そういうところで行くとするんだったら、2週間から7週間っていうぐらいの時間はかかるかな、もしかしたらもうちょっと時間かかるかもしれないなっていうのは出てきています。そこはね、そのあなたの調子次第ってところが出てきているかなとも思いますね。もしあなたの方で今不調を抱えているとか、なんかこう制限ってところでピンとくる方っていうのは、そこが抜けていけばあとスムーズに流れていくと思います。はい、ということで今あなたへ向けての好転アドバイスもらっていきましょう。はい、謙虚、率先、主導権、楽観、楽天主義。はい、そうですね、あなたの本当に欲しいものは何っていう風に問われているカード、ペンタクル6番とソードのナイトですね。まずペンタクル6番っていうのは、分け与える、与えるもの、与えられるもの、どちらもバランス取れていきますよっていうところが出てきているので、お相手の愛を受け取るだけじゃなくて、あなたの方もお相手を愛していく、そんな関係になっていくんじゃないかなって、2人のバランスが取れていくんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね、今あなたの方でもうまくいかなかったことがうまくいくようになっていくでしょう。だけど上手くなっていくためにはあなたが動いていく、決めていくことがあるからだよってこともここで教えてきてくれています。そうですね、ソードのナイトさん、決めて動いていきましょう、行動に起こしていく時がやってきました、自信を持ってあなたが今動いていく時です、積極的に働きかけていきましょうってこともここで教えてくれています。何かに挑戦するとかね、そういうことも教えてきてくれてるかもしれません。またはあなたが自分の気持ちに気づいてとか、自分の心に今答えを一つ出す時だよ、あとは答えが出たらあとは目標に向かって進んでいくだけよっていう風に教えてきてくれています。あなたの本当に欲しいものや、あなたが本当に手にしたいと思っているものは何っていう風にここで問われていますね。あなたの向かってる先、今どこにあるのっていう風に、自分の目的地もう一度確認してみて、望んでるものは何っていう風に言われています。ラッキーカラーは白です。はい、はっきりと出てきていますね。白、自分がイエスって思う方に行ってください。疑心暗鬼になったりとか不安になったりとか、そのようなゴールは今は目指す時ではありません。そうですね、そしてあとは楽
楽しいこと考えていきましょう。ポジティブに物事を受け止めていくこと、そしてそうですね、自分で動いていく、ソードのナイトさんと同じようなカードですね。あなたが今そうですね、主導権を握って動いていくとき、示していくときですよっていうことを、なるべくポジティブな方向に向かっていきましょう。あなたが笑顔でいられる結果を目指していきましょう。そして謙虚ってあるんですけど、自分の中で気持ち一つ切り替えていきましょうっていうこともそうですね。もちろん謙虚っていう言葉もワードとして入ってくるんですけど、今自分の中で一つ何か決めていきましょうってことを教えてきてくれてるのかなとも思います。これも肯定メッセージとしてお受け取りください。そうですね、2人は自然と惹かれ合っていくような関係性なので、いずれ2人は惹かれ合っていく、結びついていくような機会がやってきます。でももうすでにね、結ばれてるよっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、あとはお互いがどこに向かっていくのかっていう方向性だったりとか、今セーブかかってるようなこと、制限から抜けていくためにも、あなたの方からも動いていくこと出てくるねっていうふうには出てきていました。そしてお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。信頼を表すカードです。あなたの内の心、心の声に耳を傾けていきましょう。純粋なお気持ちというところに目を向けてください。愛することで満たされる心、あなたはその心を知っています。それは前にあなたが心を痛めた経験があるから、お相手が過去に心を痛めた経験があるから、お互いが愛することについて今までに心を痛めたっていう経験があるから今に至ってるんだよ。それを生かして今度はお互い信頼し合えるような絆を深めていきましょう。このお相手となったらあなたは深い絆で、深い信頼関係で結ばれていきますから、だからこのお相手を信じてくださいっていう風に出てきていました。はい、大丈夫、次はうまくいくよっていう風にアドバイスをもらっています。今回は今あなたのことを好きな人の特徴について見ています。3番をお選びいただいた方、深いご縁で結ばれているんじゃないかなっていう風に出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今あなたのことを好きな人の特徴について見ていきます。よろしくお願いします。今回も4択占いです。はい、もうすでに、あなたのことを好きな人の特徴を出しています。まずこちら見ていきましょう。これはこの方が動く時期、タイミング、そしてこちらが肯定へ向けてのメッセージです。はい、ではイニシャルとしては F と R です。ハ行だったりラ行っていうところで入ってくるかなと思います。ハヒフヘホラニルレロ、そして義理人情、好奇心、支援というカードも入っています。そうですね、好奇心旺盛な方だったりとか、人のために何かしてあげたいとか、誰かの役に立ちたいっていう風に熱い気持ちを持った方っていう可能性が高いかなと思います。性格的にそうかな、優しい方とかね、支援していきたいっていう風にお気持ちがあるんでしょうね。誰かの役に立ちたい、支えになりたいとかね、あとはみんなに支えられて上の立場になる方っていうのもいるかもしれません。そうですね、目力が強い方っていうのがあるので、瞳の大きい方だったり、ね、瞳に特徴のある方なのかもしれないですね。誰かの上に立つ側なのか、誰かをサポートする側なのか、でもどちらもあるよっていう風にも見て取れます。あとはこちらですね、A っていうのも入ってるので、あっていうのも、ワードとしてイニシャルの中に入ってくるかもしれません。そうですね、目力の他に手先っていうのも入ってくるので、手先を使ったお仕事だったり趣味持ってるかもしれませんね。手を使ったことです。そしてバランスのカード、あとね、ラバーズ入ってきています。ラバーズとつられ人と、あとカップの2番入ってきてるんですよね。この辺りを見ていると、
ま、あなたともうすでに両思いになっているとか思いが通じ合っているとか、あと恋人関係両片思い、そうでなかったとしてもこれから出会う人だったとしても、あなたにとって生涯のパートナーになるような方なんじゃないかなっていうのが入ってきています。そしてこれもう出会ってると思うんですけど、2人の間でいろんな苦難を乗り越えてようやく結ばれたとか、そういうイメージが入ってくるんですね。っていう風に入ってきます。苦しかったことをお互い一緒に乗り越えてやっと掴み取ったんだっていうようなストーリーがもう見えてきているんですね。もしこれから出会うよっていう方だとしたら、その方と一緒に乗り越えて掴み取って結ばれていくような物語っていうのが出てきています。はい、でまずこの方の性格とかそういうところも見ていきましょう。あの支援っていうカードが入っているので、誰かを支えたりとか支え合ったりすることに喜びを見出すような方だと思うんですね。なので職業としても手先を使う仕事の他にサポートに入るようなお仕事、誰かを支えたりとか救ったりとかするようなお仕事をされている可能性も高いかなと思います。あとはコミュニケーション上手っていうのが入ってきますから、自分のトーク力を生かして接客の仕事をされていたりとか、あとは美容関係のお仕事っていうのもあります。その他にはこの方アイディアがたくさん出てくる方なので、自分で企画を立てて、そうですね、物事を開発していたり取り組んでいたりとか、そういう発想力企画力っていうのもあります。物事のシナリオを作るのも上手なんじゃないかなっていうのも出てきていますね。まあ、誰かに寄り添ったお仕事とかでなければ手先を使ったこと、そうでもなければ自分で企画を立てて動いていくっていうような方です。行動力もあるので、そうだな、なんか免許を持ってる方もいるでしょう。乗り物の免許だったりとか資格持たれてる方もいると思います。そうですね、中には法律に関わってるようなお仕事をされてるかもしれません。なんかね、今まで辛いこととかを経験してきたっていうのも入ってくるので、経験値の高い方っていうのもありますね。幼少期に辛いことがあった、それを生かして今お仕事しているとかね、そういう方もいると思います。はい、そうだな、それ以外だと接客業とかね、やっぱりご自身の愛嬌の良さだったりとかコミュニケーションの高さっていうのを生かしたお仕事とか人付き合いっていうのをされてるんじゃないかなと思います。高い目標を持って取り組まれている方もいるでしょうですね。決断力もあるので、自分でこうするって決めたらもう動かない、もう自分はこうだっていう風に動いていくっていうね、力強さっていうのも持っています。強運の持ち主でもあるので、掴み取ったものっていうのをとても大切にするでしょう。または目標を掴み取る力っていうのもあります。やっぱり苦労してきたからね、掴み取った分だけの喜びっていうのもひとしおあるでしょう。はい、バランスのカードが入っています。バランス能力に長けた方だと思います。運動神経がいいっていうのもあるでしょうし、文武両道っていうのもあるだろうし、そうじゃなくていろんなことをバランスよくやっていける方っていうのもあるでしょう。感覚がいいっていうのがあるから、例えばこうグラム数とか測らなくても、この方の感覚でちょうど良い塩梅にすることができるとか、分かりやすく言えばお料理とかね、目分量でいけちゃう人っていうのが入ってきます。それぐらい感覚がいい方ですね。それ以外で言うんだったら、肌のきめ細やかさだったりとか肌質、いいんじゃないかなっていうのもあります。綺麗なお肌をしていたりとかっていうのも見えてきていますね。行動的な方、体を動かすのも好きだと思います。食べることも好きなんじゃないかなっていうのがありますね。そうですね、飲食することが好き、そうだな、高級感のあるようなレストランに行くのが好きだったりとか、自分がいいな、美味しいなとか、ここいいよっていうお店を誰かに紹介したりとか、レビューを書いたりするのもいいんじゃないかな。この方、やってらっしゃるんじゃないかな。良いものを見抜く力っていうのを持ってるので、発掘、新人発掘とかね、そういうなんか原石を見出す力っていうのがありそう。だからそうだな、もし教育関係の仕事に疲れてるんだったら、その子どもたちの才能を見抜く力を持ってるとか、個性を生かすような性格をしてるとかね、そういうのもあると思います。
子どもたちだけじゃなくて、人の力を見抜く力、人の個性を見抜く力を持ってらっしゃるんじゃないかな。人だけじゃなくてね、動物とか出来事、物事に対してもそうかもしれません。はい、そんな人柄が見えてきました。そうだな、乗り物に乗ってるようなイメージがあるので、それはお仕事柄そうなのか、免許を持っていて自分で車を運転されていたりとかっていう場合もありますね。視力はいい方だと思います。ロマンチストですよね。あと自由人っていうのが入ってくるので、あんまり束縛とかはされるの好きじゃないのかな。残業とかあんまり好きじゃないかも。どちらかというと優しいから嫌だ、絶対やんないっていう風な感じはないんだけど、できるんだったら定時できっちり上がりたいなっていう感じもしますね。時間にきっちりこだわるタイプでもないんだけど、で、まあルーズでもないので、そのあたりはご自身の中で、ちゃんとバランスよくやっていってるんじゃないかなっていうのもあります。はい、何か一つに集中するっていうこともなく、ただ体調崩しやすいかなっていうところはあります。メンタルかな。一回崩れちゃったらとか、一回落ち込んじゃったら立ち上がるまで時間かかるタイプかもしれません。はい、ではこの方と近づくタイミングとか、この方が告白してくるようなタイミングとしては17って入っています。そうですね、遅くても10週間以内かなっていうのがありますね。10ヶ月もかからないので、10週間だと約2ヶ月半ぐらいですかね、の間には動きがあるんじゃないかな。7週間から10週間、早くても10日前後っていう感じがします。割と早いんじゃないかな、展開がと思いますね。そうだな、あなたの心がオープンでいれば動きが割とこの方早く見せてくれると思います。もうすでに恋人関係ですよっていう方もいると思うんですけどね。この方、こう自分が欲しいと思ったらすぐ動くような方なので、そうラバーズとかカップの2番が入ってたので、かなりこの、あなたと寄り添ってる感が強い。だからまだ恋人じゃないよっていう方だとしても、これからご縁が深まっていく可能性がすごくあると思います。近づいていく、もうすぐ隣にいるんじゃないかってぐらいの距離感だと思いますね。ではここで見ていきましたので、そうだな、その他にはやっぱりこの方一つ大きな痛みを経験しているし、あなたもそうかもしれない。お互いが何か大きな出来事を経験されている、それぞれかもしれないしね。それぞれが幼少期に経験していることだったりとか、あとは2人で同じようなことを経験されている可能性もありますね。ではこの方がどのようにこれから動いてくるのかとか、あなたのことについてどんなことを考えているのかってことを見ていきましょう。そうだな、人気もある方でしょうね。同性異性関わらず、いろんな方から慕われてると思います。人だけじゃなくて動物に好かれるのかな。はい、では見ていきましょう。ソードの3番正位置、なんか痛みの最中っていうところが出てきています。フール正位置、はい、そしてバンドのエース、これが逆で入ってきています。はい、これもソードの5番逆位置、なんか人間関係で揉めたかなっていう感じですね。または恐れていて動けないのか。ソードの7番、そうですね、どうやってやっていったらいいかわからないまま、ちょっと今傷を負ってるかなとか悩んでるかなっていうのは出てきています。苦しみの最中、カップのクイーン逆位置、寂しさを抱えていますね。ワールド逆位置、自分に自信がなくなっていってしまってる。タワー逆位置、何かあなたとの間でもあったでしょう。ムーン正位置、そしてマジシャン正位置で終わっていきます。結果的にはこれからどんどん変わっていきます。なんか見えてこなかったこととか、はっきりしていなかったこととかもはっきりとしていくでしょう。これマジシャンが最終結果で入ってるので、
いろいろあるし、今のお相手の状態不安定なところもあるんだけれども、最終的にははっきりともっと可能性の方に自分たちが信じて進んでいくんだっていう風になっていますね。かなり大きなことがこれから訪れるでしょう。今このまだ自分の中で自信がないとか、お相手がね、なぜかといったらうまくいかないことがあるから、対人関係とかじゃないですかね。このあたりは守りたいものを守れなかったとか、あなたのことかもしれないし、大切なものを守りきれなかった思いっていうのを今抱えていたり、寂しさだったりとか、そうですね、あなたとの間で今何かあったとか、喧嘩しちゃったとかね、ちょっと前にそれが起きたんだっていう感じもします。そうですね、あなたじゃなかったら誰かとの関わりの中で少しこう角が立つようなことを恐れていたりとかっていうところもありますね。少し今ナイーブな状況が入ってきてるので、これ以上ね傷つきたくないとか、そういうところにもいます。だから積極的になれないとか、例えばあなたとの間で何かあったよっていう方だとしたら、今それがあるから動けない、うまくやっていけない、立ち回っていけないっていうところが自信のなさにつながっているし、いや、あなたとの間に何もないよっていう方だとしたら、そのあなたの知らないところで、あなたのことを他にも好きって言ってる人がいるとか、例えばね、あなたとの仲をこの人は進めていきたいと思ってるんだけど、誰かから反対されてるとか、なんかあってそれで自信なくなって進めないとか、いや君じゃダメなんだよねとかって誰かに例えば一方的に言われて、あそうか、自分じゃあなたに釣り合わないのかなとかね、一人で落ち込んでる可能性もあるし、あなたの見えないところで、そうでなかったとしたら、もうあとはここ複雑に入り組んでいる人間関係や対人関係について今悩んでいたり、三角関係っていう可能性もありますね。ソードの5番逆位置、そうだな、なんかこううまくいかないとか、対人面ですね、そこに対して今そうだな、そうですね、落ち込んでいたりとかして、先のことについて明るく考えられない、前向きになれないっていうような現状が出てきています。自分じゃあなたにとって釣り合い合わないんじゃないかなとか、役不足なんじゃないかなっていうところまで落ち込んでいたり、自分を責めていたりしてる可能性が高いですねっていう感じ。そしてタワーの、深掘りをしていきましょうか。ではここのタワーの深掘りをしていきます。あなたの状況をもう少し教えてください。ただこう見えてこなかったものや、はっきりしてこなかったもの、自分が持てていなかった自信のなさっていうところから抜けていくってことは、お相手の未来出てきています。だからそれは大きくあなたにも関係してくると思います。ペンタクル4番、なるほど、大切にしているもの、こだわりっていうところで、なんかそこで衝突があったか、もしくはあなたが大事に抱えているものですね、これは自分にとってとても大事なもの、そこに対してお互いが譲れないようなことがあったのか、ソードの2番、そうですね、そうか、あなたが大事だって思っているものと、あと目に見えるところで大事だって思っていることと、目に見えないところで大事だって思っていることのバランスを取るのが今難しいような状態、あなたが。そして自分の気持ちを押し込めているようなところもあるので、言いたいことを満足に言えないような現状でもあるのかなと思います、あなたが。でも今はそこから抜けていくところがここね入ってきているので、いろいろあったんだけど、それを今乗り越えるところにいるよっていうところはあります。でこれから先、例えばお相手との間で何かあったんだって、なんか思い当たるようなところがあるっていう方は、この方との関係性が修復されていきます。より良いものになっていくでしょう。そしてあなたが大事だ、大切だ、譲れない、これは自分の中にとってはかけがえのないものなんだ、価値のあるものだってことに対しては、そのまま持ち続けていくことになるでしょう。で言えなかった本音とか、
あなたが抑えていたものっていうのもこれからどんどんとお相手に言えるようになったりとか、周りの人に見せていけるようになっていくんじゃないかなっていうのが出てきています。でもあなたの中でもちょっと苦しかったこととかびっくりするようなことあったんじゃないかなって、でお相手と合わせてみるんだったら、まあお相手との間で何かあった方っていうのが入ってくるかなっていうふうに思いますね。もしくはお互いが抱えていてまだね表に出していない心の中の声だったりとか、お互いどうしたいのかってところではっきりさせたいことがある、それについて話し合いをしたいって思っている段階なのか、だけどどっちから動こうかみたいな様子を見ているところもあるし、お相手的には自分から動いていく自信がないとか、動いていって余計壊れてしまったら怖いなとか、そういう気持ち、そしてあなたにとって自分は釣り合いが取れていないんじゃないかっていう自信のなさっていうのが出てきています。だからこそ見えてこない思いとか、はっきりしなきゃいけないことっていうのが出てくるねっていうのがありますね。もう見えてこないこととか、まあそうだな、メンタルが崩れてるって場合もあるかもしれない。お相手の状況的に今ちょっと複雑な感じがするので、今この状況が落ち着いたりとか、あなたとの間でのこの距離感とかっていうのももうちょっと安定していけば、これから先未来っていうのがめちゃくちゃ可能性に満ち溢れているマジシャン誠一です。これから2人で0からスタートしてまた1を作り上げていく、形のあるものを2人で作り上げていくんだっていう流れになっていく、最終的にはここにたどり着いていくので、そのためにはこう自由になっていく必要があるねっていう風に出てくるんですね。自分に自信を持つことっていうのもそうだし、周りを気にしないことっていうのも出てきているし、それはあなたにも同じようなことが言えるかもしれない。溜め込んできたものを出していくようなイメージ、これがポイントとして入ってきています。そうですね、このあたりの流れでしょうか。そのお相手が動いてくるのが10から7っていう、番号が入ってるんだけど、この流れで見ていくと、じゃあ今日明日動きますかって言ったら、今日明日とかっていうわけじゃなさそうですね。そうだな、お互いの状態が安定してまず一つね区切りをつけましょうとか、その区切りっていうのは、辛かった状況をまず脱出していきましょうっていうところですね。その後にすごく可能性に満ち溢れている未来が待っているからっていう風になってるから、どうやってこれから、無の形からね一つの形を作り上げていくのかっていうのは、自分たちの、ガードを外していく必要があるよっていうのが言われているので、なんか意地になっちゃってとかっていう方もいるだろうし、まだ素直になりきれていないよっていう方もいるだろうし、いや全くそうじゃないよっていう方でも、なんか抑え込まれているものを感じるんですね。それを外していかないと、これからお互いの未来ってところがつながっていかないので、でもね、でもここマジシャン入ってるから流れ的にはそういう流れになっていきます。お互いのガードを外して、これから本音を見せ合っていくとか、はっきりさせていくとか、逆になんかこう曖昧なままでもいいよねっていうところは、そのあたりもゆるっとした感じでいくかもしれない。逆にそれが形を作り出すようなスパイスになる可能性もありますね。いずれの形にしろ、お互いにとって嬉しい前進っていうのが入ってきています。では好転メッセージです。カードをいろいろ出しています。まずこれですね、ここに、ブルーのカードが入っています。少し暗めのブルーでしょうか、インディゴブルーみたいな感じなんですけど、この青い色っていうのがラッキーカラーです。青を取り入れてください。そしてあなたの魂の声何ですか、それをよく聞いてください。どんな風に表現しますかってことを言ってくれています。そうですね、どんな形にしていきますか。あなたの心の声に耳を傾けてください。あなたは今どんな痛みやどんな嬉しさを抱えていますかとか、どんな気持ちでいますか。抑えている気持ちを今表していくんですよ、自分で感じていくんですよっていうところです。そして正直、自己認識、利他的っていう風に入っています。誰かのために自分を犠牲にしすぎることはありません。そして我慢しすぎることもないんです。そうですね、自分の気持ちに素直になってください。自分の気持ちを優先させる時でもあります。そうですね、できることはできる、できないことはできない、
そのような気持ちを持つことも大切でしょう。誰かのためにあなたは時間、労力使ってきましたね。使いすぎてきて自分を見失いかけていたり、自分の価値を下げすぎてしまっていたのかもしれません。今あなたの心の声に正直に従ってください。魂の声を響かせる時がやってきています。はい、自分の自己認識をねしてください。自分ってどんな気持ち持ってるんだっけってところもう一度確認してみてって、なんか我慢してること本当はあるんじゃないっていう風に出てきています。あとはジャッジメントとワンドの4番出ています。まず癒しの時間を作りましょう。安心できる場所、くつろげる場所、時間、お家の中でもいい。一日の間に10分でも20分でもいいから、ほっと一息くつろげる時間、ゆっくりとした時間を意図的に作ってください。今この時間を作っていくことがあなたに一番必要です。癒しの時間ですね。癒されましょう。そうすることで心が落ち着いていきます。不安な気持ちが取り除かれていくと、可能性っていうところに目を向けていくことができるので、そう、前向きになれるっていうところですね。そうなるとお相手と寄り添っていけるような、このような2人寄り添っていける、自然体でね寄り添っていけるような流れになっていくので、なのでもともとはね2人はこうやって寄り添っていくペアなんですよね。ツインになってるんです。だけどもこのあたりのカード並びを見ていると、何かあったのかなっていうのが出てきているので、その何かっていうのを乗り越えていくためにも、お互いが自由になっていくことだったりとか、あなたの心の声に耳を傾けることっていうのが必要になってきます。癒しもそうですね。そしてジャッジメント入ってます。より良いものに刷新されていくでしょう。今までのスタイルからより良いものへとチェンジしていくっていうこともそうだし、また新しいスタートに向かって、チャレンジしていくとか、そういう気持ちになっていくっていうのが出てきていますね。再チャレンジ、また新しく挑戦する、より良いものを目指していくっていうところで、このマジシャンっていうのも0から1を生み出していく力を持っている、もう無限の力を持っている、可能性を秘めているっていうカードで、そこに対して後押ししてくれているようなジャッジメント、大丈夫、一回失敗したようなことがあるかもしれないけど、もう一回チャレンジしていけばうまいこと運んでいくよっていう風に言われています。ここね、つながってるような気がします。このあたりですね、自分たちの可能性へ向かってもう一度チャレンジしていける、その気持ちや気力を蓄えるためにも、今必要なことをやってみてねっていう風に言われていました。これかなり大きいかな。ジャッジメントですね。一つの結果、答え、お知らせっていうのも届いてくるだろうし、見えてこなかったものっていうのがはっきりとしてくるだろうし、今はね、ここは先延ばしにしてもいいよね、大丈夫だよね、余裕持って取り組めるよねっていうところは、そのように形が運ばれていくだろうし、ガチガチに全て決めなきゃいけないっていうわけじゃないからね。可能性はこれからどんどん広がっていくから、可能性や視野を広げていくためにも、はっきりするところははっきりしていくだろうし、曖昧なまま、曖昧って言ったらちょっとね、言葉的に違うかもしれないけど、自由でいられるところは自由でいてもいいんじゃないかなっていうふうに、もう少し柔軟的に物事を捉えていくことができるようになっていくんじゃないかなと思います。お互い今、視野を広げるためにも、今心の落ち着きさを取り戻す時っていうのが入ってきています。そうですね、なんかこうやって見てると、お相手との間に何かがあって今距離が離れてるよとか、そういう方なのかなと思いました。もともと2人はここね、カップの2番とかラバーズとか出てるのを見ると、このようにもともとは一緒だったんじゃないかなっていう風に見て取ることができました。はい、それではお選びいただいたカードからメッセージをもらっていきましょう。これは過去を受け止めて、今ゆっくりと痛みを手放す時がやってきていますということを教えてくれています。過去を手放して今新しい世界を見ていきましょう。このベールを今脱ぎ去って、今自分の本当の気持ちっていうところに心を見つめてくださいねってことを言われています。過去失敗したことや過去痛みを受けたことからでも学ぶことができます。そこからあなたは何を学んで、そしてそれを取り入れていきながら新しいことにチャレンジしていくんですよってことを教えてくれています。
そしてこのカード2人寄り添っていますよね。やっぱりこうあなたには寄り添ってくれる人っていうのが必要で、それはお相手にも同じことが言えます。多分お互いが寄り添っていくことが、お互いねこの人しかいないっていう風に考えてるんじゃないかな、感じてるんじゃないかなって思っています。そしてそうだな、ジャッジメントも出てるので、お互いが過去に受けた痛みとか、お互いが味わったこと、別々にね経験した痛みかもしれないし、お互いが共通して感じた痛みかもしれないけど、それらを受け止めてより良いものにしていくために2人で働きかけていくことが出てくるよっていうアドバイスでした。そのためにも今過去を受け止めてゆっくりと和らげていきましょうっていうアドバイスです。こちらもぜひお受け取りください。今回は今あなたのことを好きな人の特徴について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、チャンネル登録、そして SNS などもしねいいなと思っていただけたらシェアしていただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。